1937年4月3日、不潔との婚礼、佐賀広氏3月16日から1987年6月20日は、皇爵佐賀家の長女、愛新架倉不潔の妻、後に記した辞伝のタイトルから、流天の王妃として知られる。1914年3月16日、皇佐相模勝と、妻、久子の第一子として、東京で生まれた。佐賀家は、 藤原北家館陰流の三条家の分家で、大臣家の価格を持つ大木町三条家が、明治維新後に三条、耳の天法輪三条家と混同されることを避けるため解消したものである。明治17年の家族令では価格に基づきこう、マサルに白尺が除尺されたが、明治21年になって、父、サネナルの維新の功績により佐賀家は公尺に、昇尺している。広が、 女子学習院を卒業した1936年当時、日本の陸軍士官学校を卒業して千葉県に住んでいた満州国皇帝、不儀の弟、不潔と日本人女性との縁談が関東軍の主導で進められていた。当初不儀は不潔を日本の皇族女子と結婚させたいという意向を持っていた。しかし、日本の皇室天板は皇族女子の配偶者を日本の皇族、 王皇族、または特に任居された家族の男子に限定していたため、たとえ満州国の皇帝といえども、日本の皇族との婚姻は、制度上認められなかった。そこで、昭和天皇とは、父親同士が、母系のまたいとこにあたり、皇爵家の長女であり、しかも、結婚的霊気で、年齢的にも、不潔と釣り合う広氏に、白羽の矢が立つことになった。皇室。 大木町山上屋及び、新町提出の経図実践は、実施、転戦は、用紙、転戦は婚姻関係、高所定は皆豊か三角の用紙、戦闘定は、道地三角及び、高所定の用紙として、定位継承1938年、衛生を囲む、一家1938年、愛新閣羅不決と、佐賀広翼1937年2月6日、二人の、 婚約内定が満州国大使館から発表され、同年4月3日には東京の軍人会館で結婚式が挙げられた。同年10月、二人は満州国の首都新京へ渡った。夫婦関係は円満で、翌1938年には長女、英,英生が誕生。翌年、不欠が東京の中日満州国大使館に勤務するため、東京に戻り、 翌1940年には、次女、生が誕生。生誕生後すぐに、満州へと渡るが、1943年に、不潔が陸軍大学校に配属されたため、再び東京に戻った。1944年12月、学習院初等科に在学していた長女の英生を、日本に残して、新京に戻った。翌1945年8月、ソ連対日参戦によって、 心境を責められたため脱出し、終戦を朝鮮との国境近くの大栗湖で迎えた。不決は、不義の日本へ亡命する飛行機に同乗。広氏は陸路で朝鮮に向かい、そこから回路で日本へ帰国することになった。しかし、不義と不決らは途中でソ連軍に拘束され、広氏たちのいた大栗湖も危険となったため、臨港に逃れた。 翌1946年1月には、八祖寺軍の手によって通貨の八祖寺軍港安局に連行され、通貨事件に巻き込まれた。同年4月以降、長春、吉林、延吉、柿ここへと次々に身柄を移され、同年7月に柿ここで釈放された。釈放後、同年9月に小足島にいたり、そこで日本への引き上げ船を回った。しかし、同地で、 国民党軍に身柄を拘束され、北京を経由して、同年12月に、上海へと移された。同月、上海の拘束場所から田中哲夫の助けを得て、脱出し、上海発の最後の引き上げ船に乗船して、翌1947年1月に、日本に帰国した。なお、上記のルテンの日々から帰国までの間、次女の生をずっと伴っていた。日本に引き上げた後、父、 実家地が経営する町田学園の初道教師として、生計を立てながら、日吉に移転した佐賀家の実家で、二人の娘たちと生活した。一方、不決は、不義と共に、武順の労働改造所に収容され、長らく連絡を取ることすらできなかった。1954年、長女の衛生が、中華人民共和国国務院総理の周恩来に、当てて、父に会いたいと、 中国語で書いた手紙を出した。その手紙に感動した、周恩来は、広志、英生、生徒、不決との文通を認めた。1957年12月10日、学習院大学在学中の英生が交際していた、同級生、大久保武道とピストル自殺した。1960年に不決が釈放され、翌年、広志は中国に帰国して不決と15年ぶりに、 再開した。この後、広氏は、不潔とともに、北京に居住した。北京に移住後、文化大革命が始まり、1966年には二人の自宅が公営兵に襲われた。文革が下火になって、以降、広氏は1974年、1980年、1982年、1983年、1984年の敬語会 日本に里帰りしている。1987年6月20日、北京で死去した。1988年、広志の遺骨は、山口県下関市の中山神社の境内に、混流された、摂者愛神格暮らしに、永世の遺骨と共に納骨された。不潔が死去した1994年、広志と永世の遺骨は、半分に分けられ、不潔の遺骨の半分とともに、 愛新格羅社に納骨された。広志と衛星の残る半分の遺骨は、不潔の遺骨の半分と共に、中国名峰山上空より散骨された。次女の姓は日本に泊まって、日本人と結婚5人の子を設け、2012年現在、兵庫県西宮市に在住する。ありがとうございます。